キルギス大統領クルマンベク・バッキエフと内閣、総理大臣、福田康夫本項目では、キルギス共和国の国際関係について述べる。キルギスは、独立国家共同体の他のメンバー、特に、カザフスタンやロシアと共に親密な関係を保っている。ソ連崩壊後、キルギスはルーブル通過圏に留まることを決定した、ものの、1993年5月。 ロシア政府はキルギスに対し独自通貨であるソムを導入するよう強く促した。キルギスによるルーブル通貨圏からの撤退は事前に通知されており、周辺地域に緊張をもたらすこととなった。カザフスタンとウズベキスタンの両国は一時的に貿易を中断し、ウズベキスタンは経済制裁にも等しい貿易制限を行った。両国はルーブルの国内への流入と国内の インフレ率上昇を恐れた。ウズベキスタンとカザフスタンは短期間キルギスと敵対関係にあったが、三国は1994年1月に経済連合大設立にサインした。これにより国境の渡航制限が緩和された。キルギスはタジキスタンにある CIS 平和一軍に対しても貢献を行っている。トルコは同じトゥルク系民族という文化的。 民族的な結びつきを利用して二国間関係においてキルギスと友好関係を築いている。また、キルギスは南部において国境を接する中国との貿易額の急激な増加にも直面している。キルギスはウズベキスタン軍やカザフスタン軍との共同訓練などさらなる地域協力に向けた積極的な行動を起こしている。年月。 欧州安全保障協力機構事務局がビシュケクに開設された。2000年2月18日、OSCE はビシュケクでの業務を支援するためをしに新たな事務局を開設すると発表した。キルギスは OSCE、CIS、トゥルク評議会、国際連合のメンバーである。キルギスは他の CIS 諸国と同じく大麻やアヘンなどの違法栽培の制限は低い。 政府主導の違法栽培撲滅プログラムも限定されたものであり、キルギスは中東からロシアや西ヨーロッパに向けて非合法ドラッグを輸出する際に積み替えを行う中継点として利用される頻度が増えている。中国1996年時点において中国とキルギスの関係はビシュケク政府にとって未確定の部分の多い領域となっていた。ナルインにある 自由貿易地域は中国の多くのビジネスマンの関心を引きつけ、小規模物品に関する輸出入業務に中国人が退去して訪れることとなった。この貿易の大部分はキルギス系もしくはカザフ系中国人による仲介を通して行われた。キルギス政府はナルインやその他のキルギスの地域に退去して押し寄せてくる中国人に対し注意を行ったが、 1996年時点で有効な予防策は打てていなかった。カザフスタンカザフスタンとキルギスの二国間関係は非常に強固であり、キルギス人とカザフ人は言語、文化、宗教など非常に共通点が多い。キルギスとカザフスタンの関係は独立以降常に有効的なものであった。2007年4月26日、カザフスタンとキルギスは 国際最高会議を創設することで合意した。この歴史的な出来事はカザフスタン大統領が公式にキルギスの首都であるビシュケクを訪問した際に実現した。タジキスタンキルギスとタジキスタンの間では緊張関係が続いている。タジキスタンの難民や反政府組織は数回にわたりキルギスに渡航しており人質に取ることさえしている。 キルギスは1992年10月に、タジキスタン軍と反政府勢力の間の仲介を行おうと、試みたが失敗に終わった。アスカルアカエフは後に、反乱軍に対しタジキスタン大統領のエモマリ、ラフモンをサポートするため、ウズベキスタン大統領のイスラムカリモフや、カザフスタン大統領のヌルスルタンナザルバエフと協力して、朝廷軍を送ることで合意したが、 キルギス議会は1993年を春まで数ヶ月にわたりサジに振り回されて実行することができなかった。1995年半ば、キルギス軍はパンジ付近にあるタジキスタ国境の一部領域を封鎖してタジキスタン、反政府勢力を国外に出さない任務を遂行した。ウズベキスタン・ウズベキスタンはキルギス南部を政治的、経済的に影響下に置いている。これは キルギス南部では、経済的、地理的状況から、ウズベク人の人口が非常に多い点が影響している。キルギスは、天然ガスの大部分をウズベキスタンからの輸入に、頼って、オシア・ジャララバード州で放送されたテレビ放送に、カリモフは、数回出演し、アカエフに対し、恩着せがましい態度をとった。一方、アカエフは、強大な隣国に対する高い警戒心をあらわにした。 ウズベキスタンは現状では明確な拡張傾向を見せてはいないが、カリモフの国籍に関わらず、ウズベク人の利益に攻めを負っているという発言の影響力に、キルギス政府は非常に敏感になっている。ギリシア・パキスタン・キルギスとパキスタンの外交関係は、キルギスがソビート連邦から独立して間もない1991年12月20日に樹立された。 中央アジアの他の共和国が時にロシアの干渉に対して不満を持つ中で、キルギスはよりロシアの注意を引きつけて、これまで以上にモスクワのロシア政府から援助を受けることを望んでいる。国際社会による経済援助にもかかわらず、キルギスは直接的、もしくはカザフスタンを通して間接的に、経済的にロシアに依存したままの状態が続いている。 1995年初頭、当時大統領であったアスカル・アカエフは、キルギス国内にある29の大規模工場から、ロシアの影響力を排除しようと試みたが、ロシアはこれを拒絶している。アメリカ合衆国アメリカ合衆国政府はキルギスに、大使人道支援、七支軍事支援を行っているほか、経済的、政治的復興の支援を行っている。また、 国際機関からの援助に対するキルギスの要求に対してもサポートを行っている。アメリカ合衆国は1998年12月に世界貿易機関への加盟に際し、キルギスを支援している。アメリカ合衆国は、キルギスの経済、医療、教育などの分野において、必要に応じて改革の援助を行うことを目的としており、経済成長の援助やフェルガナボンチにおける、 紛争解決の援助を行っている。ありがとうございます。